地図本社工場社屋製品ウイスキー、赤市映画島酒造株式会社は、兵庫県赤市市大久保町に本社を置く日本の種類メーカーである、清酒、新高の醸造元として知られる。一方で、シングルモルトウイスキー、赤市、ブレンデッドウイスキー、ホワイトオークウイスキーや、シャルマンブランデー、シャルマンワインなどの洋酒も製造している。 ハリマ平野の良質な米と水に恵まれていた赤市では、江戸時代初期より長い里の影響を受けて、西部方面で酒造りが盛んに行われていた。その中でも、旧家浦部家五代目の浦部八兵衛の弟、浦部平吉が、独立して自ら酒造業を営むようになり、事業を拡大させた。当時はまだ資本主義の創世期にあった日本では、模造品の王国が著しかった。 日本酒も例外ではなく有名酒のラベルのみを瓶に貼り付けた模造品が数知れず出回ったため同社は先んじて現在の日本酒の容器である一升瓶の製造工場を作り模造品の出荷を抑えることに成功したことでも知られている従来から日本酒メーカーは日本酒のみを作るにあらずという思考を持ち続けており上流工場を完成させホワイトオークウイスキー シャルマンブランデーといった洋酒部門にも進出。ありがとうございます。